出せん貴様を打ち砕く。はい、ドラキーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。今回は明日のアップデートについてちょっと見ていきたいと思います。お知らせ、サーバーのメンテナンスについてですね。じゃあちょっと読み上げていきましょうか。メンテナンス内容以下になります。期間限定イベント、隕石発見実装で、格闘家コインガチャ100連ガチャの実装、アリーナサーバー間アリーナにて自身より順位の低いプレイヤーへの5回挑戦ボタン追加、究極決戦シルバー以上の試合にストライカーを追加で、装備強化でのダイヤ消費確認画面の改善、レベル1から90までスキルポイント最大値がプレイヤーレベルが10上がるごとに5ポイント増加、レベル90以上の場合スキルポイントが、最大値が1000になります。縁結び玉でレオナコラボバージョン、猫レオナですね、猫レオナ消紋トモンかな、5問ですね、消紋トモンを解禁することができない不具合の修正、リミットチャレンジのルール説明の追加、軽微な不具合の改善を行います、ネームレスのバグを直します。書いとらんやんけもうマジいつになったらネームレスは直るんですか本当にもう、まあまあもうほとんど呆れてね、僕はもう期待はしてないですけど、ここの運営にはまあバグ放置はちょっとひどいですよね。でちょっと詳細見ていきましょう。隕石発見実装、これちょっとよくわからないんですけど、まあ新コンテンツやと思います。でマリンさんがなんか動画上げてたんで、まあそれやと思うので、まあその詳細については、マリンさんの動画を見てください概要欄にマリンさんの動画の URL 貼っときます。で、格闘家コインガチャ100連ガチャの実装、これはもうやっとって感じですね。このコインガチャの話なんですけど、これねほんま10円やるともうちんたらちんたら時間かかるんですよね。で僕のこの104サーバーのまあ、よく対戦する方がいまして、まあ、その人がコインが4億ぐらいあるって言ってて、もったいないですって、それやったらコインガチャね回した方がいいですよって言ったんですよ。最近ほんまもう2日前ぐらいの話なんですけど、そしたら3億ぐらい、じゃあ先生値上げるためにコインガチャしますって言って、3億をほんまにこの、10連ガチャやったらしいんですよ。ほんなら1時間40分ぐらいかかりましたって言ってましたね。まあそんな矢先に100連ガチャがやっときたって感じなんですけど、まあそれぐらいこの10連でちまちまやってると追いつかなかったんで、まあまあようやく来てくれたなって感じなんですね。まあそれは結構ありがたいですよね、このコインガチャで。続きいきましょう。アリーナサーバー間アリーナにて自身より順位の低いプレイヤーへの5回挑戦ボタンを追加、これはどうなんかなと思いますけど、まあまあその消化するっていう意味ではもちろんいいんですけど、これその言ったら格上にこれ押されるとちょっと嫌な気持ちになるんじゃないかなと思いますけどね。まあその承諾を得た上で消化するんやったらいいけど、なんか格上にこれいきなり5回もやられて5連続で負けてたらちょっとんって思いますけどね、僕やったら。まあこれはどうやろう、賛否両論あると思いますけど、僕はあんまりいらんのじゃないかなって思いましたが、まあどうなんですかね。で究極決戦シルバー以上の試合にストライカー追加、あストライカーも出せるってことかな。そうストライカーはじゃあやっぱりあれかな、自分の解放してるやつしか出せないってことかな。まあその辺はちょっとまだ着てみないと何とも言えないけど、まあまあストライカーも使えるようになりますということですね。で、装備強化でのダイヤ消費確認画面の改善、もうこれもねほんまさっさとやれよって感じですよね。絶対これね、絶対に誤爆してる人いるんですよ。誤爆、言い方合ってるかわからないですけど、おそらくこれのことですよね。宝石が足りなかった時、
ダイヤで強化しますかっていう画面が出ると思うんですよ。この今押したら大丈夫なのかな、能力アップって押した時に、大丈夫かな、これ怖いな、ちょっと怖いんで低いやつにしとこうか。確認画面みたいなのが一応出るんですけど、それのことですよね。それをだからこう、そうそう、間違って5タップ、そうそう、5バックじゃないですね、5タップって言いたかったんですけど、能力アップ、あ、違う違う、宝石転換かな、ちょっと今すいません、出せないんですけどこの時に、あ、これかな、能力アップって押すと、アイテムをタップすると、ええ、ちょっと待って、あ、強化薬がないからできないか、宝石が足りない時にダイヤを使って、その宝石を賄いますかみたいな画面になるんですよ。でそれ宝石ってダイヤで買った時にすごい高いんですよね。だから何千ダイヤってこうかかる表示が出るんですけど、それ間違ってこう5タップで押してしまった人って多分いると思うんですよね、今までに。で、まあ、僕はその5タップはしたことないんですけど、多分いると思うんですよ。でそんなもんさっさとやれよって話なんですよね、初めから。これもう5タップを誘ってるようにしか僕は思わないんですけどね。で多分まあクレーム来たんでしょうね、だから今更改善するんでしょうけど、もうそんなクレーム来る前に分かるやろうって思うんですけど、まあ本当に運営さんにね思うことはいっぱいあるんですけど、まあ文句言うばっか言ってもあれなんで、あんまね、こいつまた文句言うてるわって思われますので、あんまり言わないですけど、まあまあそういうことは早くやってほしいですよね。はい。でレベル1から90までスキルポイント最大値が、10上がるたびに5ポイント増加。スキルポイントのこのあれかな、残りのスキルポイント今20になってるけど、これが最大値が1000になるってことかな。まあそれやとこのアップデートはいいアップデートですよね。やっぱ新キャラ取った時とかいちいちこの時間で待つ感じになるので、20なんかすぐ使い切るし、使い切った後こうわざわざね待っとかなあかんじゃないですか。まあそれのことやと思うんですけど、一回ちょっと20にしてみましょうか。じゃラルフ、まあバルカンマーチ20に上げました。でこのスキルポイントが今0になってるのが、これ最大が1000になるってことかな、レベルによって。まあそれはいい改善ですね。うん、時間がやっぱ短縮されるし、まあ、早く強化できるってことなんで、まあいいアップデートですね。であとは縁結び玉でネコレオナの、正門と門を解禁することができない不具合、これ解禁できなかったんですかね。それはひどいですね。まあこれも直ってよかったですね、そしたら。でリミットチャレンジのルールの説明を追加。まあまあルール説明とかはまあまあ、うん、あんまり見てないんでわからないですけど。であと軽微な不具合、まあとにかくネームレスも今回はないっていうことで、本当に重要なことを後回しにしてるのかわざとやらないのかわからないですけど、まあ、僕とかネームレス使ってる人からしたら、まあこの啓蒙の能力なんでやっぱりめちゃくちゃ優先してほしいんですけどね。まあまあまあしゃあないですけど、まあそんな感じですかね、今回のアップデートは。で格闘家秘宝、今テリー03来てますよね。で僕テリーの破片が今結構あるんですよね。124枚あって、あと26枚で解放できるんですけど、で今回2代目の破片も格闘家秘宝で取れるから、ちょっとねこれ1回だけですよ、1回だけ、まあ、ダイヤやっぱ使いたくないんですけど、1回だけ5連を やろうかなって思ってます。でやっぱショップのこのチケットでこの2代目も取れるし、まあ、ワンチャンテリー当たる可能性もあるし、まあでも外れとしてもテリーの破片が出てくれればまあまあいいかなと思ってるので、1回だけ5連をやろうかなって思ってます。テリー解放できそうなんでね、そろそろ。じゃあもうやりましょうか。なんかこう5連押すとたまにね枠が増えるんですけど、その
増える確率とかはちょっとわからないんですけど、まあそれが出てくれたらいいなと思うんですけど、まあ5連1回だけじゃあやりましょうか。じゃあいきます。押しました。枠は増えてないですね。これ押したらこうなんかバババって増えるんですけどね、たまに。テリー出ろ、テリー。おー出た、よし。あーもう1回ぐらいテリー引きたい。おーマリー当たった。あーもう1回。あーまあまあ悪くないんかな。テリー4枚とこのチケットが出たので、まあこれで2台目も取れるし、まあマリーはね、まあまあ僕はいらないんですけど、一応キャラが当たったっていうことは一応引きは悪くなかったかな。あこれ2台目何個取れる。あよよあ5枚取れますね。うん、じゃあ取っとこう。5枚とでテリーの破片も4枚取ったんで、まあまあまあ1300ダイヤで破片10枚ぐらいと、盤の破片3個出てましたね、宝箱。まあまあいいか。はい、まあ今回はまあアップデートの内容をちょっと詳細を見てみただけなんで、まあこの辺で終わろうと思います。で、ツイッターをこの間からやり始めているので、まあもしよかったらツイッターの方もフォローの方よろしくお願いします。で、概要欄の方に、チャンネル登録の URL とツイッターの URL 今同時に貼ってますので、そちらの方もね、まあもしよかったらチェックしてください。で、隕石、新しく来るコンテンツの隕石の詳細については、マリンさんの動画を見てください。って感じで今回はこの辺りで終わります。ご視聴の方ありがとうございました。